はいどうもサイモンでですすおざんでーす今回はですね新夜回りパート5やっていきたいと思いますはい前回はねもう怒涛の化け物ラッシュでしたからね断り様をやったとあのシザーハンズみたいな断り様をやっちまったとやっちまってその春パートが終わって今ユイに行ってるわけですねイ、はい、<laughs> なんでここにいるんだっけわ <laughs> からない <laughs> なんかその断り様にやられた の我々を見てその後にもうイはまた別の場所に飛ばされたとイワンチャンお化け説あるからね俺の中でなくなってるんじゃないか説、ね、もうあるね進めていきましょうかはいここはどこだろう2回目 <laughs> 2> <laughs> ですねこいついつも迷ってんな <laughs> いつも迷ってるで本当にどこだここは何かの建物の中みたいだけど 建物の中って言いづらいね。建物の中みたいだったけど。<laughs> <laughs> 出口を探さなきゃ。一応、危機感は持ってんだね。一応ね、まあでも、言い方、俺の読み方の問題かもしれない。ああ出口を探さなきゃとかかもしれない。それはもう、坊ちゃんのレベル。<laughs> 出口を。とりあえず、ここ出口っぽくないですか鍵がかかっているみたい。<laughs> そんな雨わけねえだろうが。でしょうね。 操作方法が1週間ぶりなのでまたちょっと忘れかけているっていう。うん、R1 でダッシュだっけ ?R1 でダッシュななあ。なんかいたね。とりあえず。何ここダンボールだらけすぎん。ダンボールだらけ。あ、アマゾンアマゾンの倉庫だった。まさかの。動かしてないです今。懐中電灯だ。<laughs> あれ、落としたやつじゃね 2>, いやこれ ?2 つ目の懐中電灯なんじゃないあそう春に奪われたからね。春,そう春に奪われたてて最終兵器懐中電灯。<laughs> 暗いからちょっとだけ借りていこう。<laughs> 仮パク常習犯ですね。完全にあの暗いからという理由を。<laughs> そんな暗いかでも。明る,いよね、明るいよね。ランプの近くで言うなよっていう。はてなはてながあるね。 これか。あ、消すこともできるんだ。いや、つけようぜ。なんで消すの <laughs> 省エネ。ここに来て省エネ。うわぁ、急に電気ついた。ここ学校トロえ、これは何なのこれは。読めない。読めそうで読めない字。土…的なことは書いてある。土や…なんか知り合いを思い出す。<laughs> <laughs> 鍵がかかっているみたい。ガチでなんか土なんとかって書いてある気がする。そうだね。土佐 トサケントサケ犬。<laughs> 急に犬犬に見えない<ん>音がしたねエイリアンエイリアンじゃないですかな<ん>で怖っ何でさこういうポスター貼ってやんだよ7不思議のあ節電月間電気消せってことかな電気はきちんと消しましょうって書かれてるはい虫です電気はつけてるつけるねえ つけっぱなしが一番ですよ。だって怖いもん。全部つけてこう。全部。<laughs> 怖いもん。壺壺つの中身は何触れない。広いね。図書室資料室かな。あまた動けないです。動かしてない。ここは、なんか思い出した図書館なのかな <laughs> 来たことないねこれねどこの図書館なんだろうでも立派だよね結構古めの立派な図書館どうやって私はここへで足音が何ってんてんてん行こう 出口を見つけなきゃ <laughs> 急に使命感に燃える女 <laughs> まあ危機感は感じるでしょうね <laughs> まあね何かがある、うん、何かが迫ってきているかもしれないねとりあえず電気はねつけます全部怖いんで <laughs> 節電月間知らねえよそんなもん懐中電灯をパクってしかも電気を全部つけていく電気を全部つけてこれアイテムも拾えるしお金図書館にお金 <laughs> 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 10円ね。<事>公衆電話があるのかもよ、図書館。また動けない。点点点点点点ストーカーがつけてきている。<laughs> やばいやつがいるんだわ。まあ、ガッキーだから仕方ないよね。まあ、一人や二人つくだろうね。<laughs> うん、誰かいるの点点点点点点。<笑><笑> いやそれで終わり <laughs> <laughs> まあいないんだわ私の空耳なのよみたいな <laughs> 空耳よそういえば前回アイテムを一切使ってないんだよね <laughs> 石投げてみようぜ今度そう石投げてみる一回どうやって投げんだっけこれわかんねえ投げるとあ拾ってこう雑だなあれ絶対当たんないでしょ絶対当たんないとなんか注意を引きつ 聞けるためのものかももかね電話ホラーゲーム定番の電話触れない <laughs> だいたい向こうがかかってくるだけでこっちからかけられないっていうかけられないね霊界と通じるみたいな<ん>あ動かせるわ <laughs> はいどん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 明るいよめっちゃ明るいよ動かせないよ自動でしまったよ自動扉なんだね だから広いね結構設備投資されてそう隠れ,れる、ね、隠れるポイント<笑><笑>ついにダンボールになったか <laughs> メタルギアだよメタルギアメタルギアメタルギアを放送させる完全にスネークだった私動かしてないですよ俺が動かしてる時は基本走ってますから何かいるの、うん いや今見えてたじゃん完全になん <laughs> だろうな、ね、あれね猫かもよ犬かもよなんかなんかいるなとりあえずうさぎかもよとりあえず電気全部つけるから <noise> 何か全部つけたら何か起こるのかな起こったわ <laughs> 起こったなラーの鏡かな真実を映し出す鏡めっちゃびっくりしてる、はあ すごい照ら,してる照らしてる照らしてる俺じゃないですよ何かが来るセーブが完了しました <laughs> ええ自動セーブなんだよなだから全部つけるのが正解だったんだねなんかむしろ全部つけてデッドエンドみたいなのを見たかったんだけど正解なことをしてたみたいですね <laughs> また春に戻ってきたわ 春に戻ってきましたね海岸なんだよない,いつも <laughs> 目つぶったとこからパチーンっつってゆいが呼んでいる気がする <laughs> 何の特殊能力かなでもどこにいるんだろう地図を見てみようとりあえず地図だね <laughs> オプションまたやっぱ雑だな図書館だね 本がたくさんある場所へ行こう図書館だねまあ図書館か何だろう古本屋とかでもいいんじゃないの <laughs> 別に図書館じゃなくても今ツタヤとかでもなかったっけ本あんな学校みたいなツタヤないでしょない <laughs> かどでかいね総本店とかならありそうと <laughs> りあえず俺今日めっちゃとりあえずっていうな <laughs> 何これ 少し長く走れるになる。どっちがいいですか小山さん的には。いや、少し長く走れた方がいいでしょう。小石なんか使ってないからね、前回。<laughs> ぬいぐるみの右腕。ああ、あの、断り様と戦った時に拾ったやつだ。だ戦利品ですね。ハサミのお化けにバラバラに切り裂かれた人形の右手 黄ばんだ綿が中から出てきてる汚<れ>、切ったね。小澤さんの切ったね、一定のファンがいるからね <laughs>。<laughs> よくわかんないね、それが <laughs>。これにする。はい。じゃ、これにしましょう。相変わらず青いリボンはもう。青いリボンも固定でつけてる。からパッシブ装備すぎる。パッシブ装。いや、お金持ちすぎじゃないか、この子。あ、もうだって、世界征服できんじゃん。200円持ってるよ。あ、もう余裕じゃん。よ、余裕だった。とりあえず。投げてみようか。 お金をいや違う違う。ネズミ小僧じゃねえんだからさすがに家の中で小石は投げられないみたいですねよし外にいてお外へ行くやだお外へ行く <laughs> うんさすがに <laughs> このくだりもいいよもういいよ俺だったらお外へ行かないで引きこもってるけどね,そうねうこんな怖い街 <laughs> ユイなんか別にどうでもいいわもう <laughs> なんか心配になりながら恐怖が勝ちそうよし行きましょうか <laughs> 今のサイモンさん操作そうつっかえてた普通に <laughs> 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 一回一回とりあえず10円玉お供えして <laughs> リッチマンなんでリッチウーマンなのでお供えしてセーブして別のお地蔵さんまで移動もできるから一回移動してみれば アイテムとかあるし。目的地をとりあえずかあの探さないと。